野沢武朝から1931年1月は、以後の騎士。島根県生まれ、本因坊義江門下、七段。上昇将軍の異名を取る。独絶で知られ、本因坊家から波紋、日本騎員と寄生者の飲者対抗戦では、寄生者として出場した。元出雲藩士、野沢助の新の三男として、島根県松江市に生まれる。六歳から五石を手にし、 10歳頃には、囲後の神道と謳われ、独学ながら1892年に放映者に入塾し、大阪に移っては、田淵米蔵に指示。1896年に、父と名古屋に移ってからは二段格の本田七兵衛と交流し、この頃には、高崎安志作に密語の力があった。1903年に、本因坊吉江に入門し、飛びつき二段となる。 同年に三段、1907年には四段となる。1907年に、自治新報以後新手合で十人抜き、1909年に、万長法の勝ち抜き戦、五戦で十二人抜き、1913年にも、自治新報の勝ち抜き戦で五人抜きするなどの活躍で、上昇将軍、鬼将軍の異名を取った。この頃稽古先の高畳が野沢を批判したが、 死の吉江はこのため高田への稽古を断り、これにより四蔵会も講演者を失って終了するということがあった。1909年に石井千春らと共に囲碁同士会を結成、石井が講演者に復帰する1912年まで続く。1913年に結婚。1915年後段。九百十七年に本因坊家と講演者の防止合同対局で、 放演者の広瀬平次郎と対局する。1915年に、囲碁虎の巻市8月号で、票の表欄を担当するが、本因坊家及び放演者の圧力で一回で、打ち切るとなる。1918年に、野沢の講演者であった、高橋善之助の相関した、囲碁評論誌で再度、票の票を掲載し、本因坊秀才や中川亀三郎らの公表を、批評。 さらに同志の機械月間欄では、秀才の本因坊集名の裏話を暴露し、秀才から開告を受けるが、これを無視したため、本因坊家より破門、団位を没収される。しかし野沢はこの後も五段の肩書きで、評論活動を続けた。1922年の非正解設立時には、野沢の講演者、吉川漢字博も経て勧誘されたが、定先に打ち込んでいた。 高部道平や鈴木ため次郎と互い戦で打つことを拒んで参加しなかった。五海合同の機運の中、1923年に小島和夫の朝廷で北文子の立ち会いにより、秀才と和解する。その後関東大震災のために、囲碁評論は休館し、神戸に移り、読売新聞の依頼で各地を巡歴していた。1924年の五海大合同時の東西騎士。 合同協議会には出席したが、日本起因設立には参加せず、肺結核を患って、神戸で療養生活を送った。日本起因と、その後設立された、寄生者による飲者対抗戦が始まり、寄生者の配色が濃くなると、主催者である、読売新聞から、寄生者での出場を依頼される。野沢はこれを受け、寄生者より6段を送られ、ついで7段に推薦される。 対抗戦では、野沢の段位について、日本棋院で議論があったものの、向井和夫、前田信明、宮坂に、長谷川明、小杉手を破って4勝3敗として、実力を証明した。これを機会に、日本棋院で本因坊秀祭に次ぐ実力者、鈴木亀次郎が、かつて相性の悪く先にに打ち込まれていた野沢との対局を申し入れ、1927年から、 読売新聞主催で10番号を行う。野沢は当初2勝1敗と勝ち越すが、結核が徐々に悪化して両者が別の部屋で対局するほどになり、またしばしば中断を挟むようになり、続いて事後を挟んで4連敗し、1930年に究局まで通算2勝5敗に事後で終了した。翌年死去。葬儀には、瀬越検索、北風美子、伊藤智恵、 橋本宇太郎らが参列し、玉霊園に埋葬された。没後に夫人らの手で、野沢地区長政局集が刊行された。1907年の吉江没後、秀斎と仮金純一の本因坊継承争いにおいて、吉江の弟の秀元が一旦襲名し、次に秀斎に譲ったという経緯は、野沢の発案であったとも言われている。風は、の影響を受けて、 大場先行型で、小吉へと呼ばれるほどだった。1913年に、本因坊秀才との二国局で一目負けした後は、秀才一代の傑作と呼ばれている。林徳造との番号を契機にその息子の林、雄太郎を指導するようになり、雄太郎の堅実な気風を、小集作の面影ありと評したことも知られている。野沢の毒舌は、弟子のアマチュアにも向けられ、 ある時、君らの子は、利根川の杭というところだと言い、その意味を尋ねると、打っては打つほど下がると答えたという。中山のりゆきは、野沢を、近代三絶の一人と数えている。下辺で黒が感銘に先行した後、白は一から、秀才一流の強引な封鎖に出るが、黒も、正面から切り結んで、十六まで逆に白が攻められる、立場に追い込んだ。その後も、 各所で激しい攻め合いになるが、的確に応対して黒中押しがちとなった。本局で竹朝が、先にで3局勝ち越して、角番とし、周才との最後の対局となっている。ありがとうございます。